坂上誠也、19歳、現在埼玉に住んでいます。早稲田大学スポーツ科学部に入学し、最新のスポーツ科学を学び、スポーツ選手をサポートしたいです。はい、ハローでは、さあ、始まりました。もちちゃんないです。いよいよ、坂上さんの最終回になりますね。最後の結果になります。残っているのは、中央の総合政策学部と、そして、早稲田大学スポーツ科学部になります。はい、残念ながら、坂上さんはコロナに感染してしまいましたので、リモートでという形になります。まさかの最終回ですね。最後、会うこともできないというですね、はい、形になりましたが、まあ仕方ないです。皆さんもね、コロナお気をつけください。その受験期にね、ならなかっただけ良かったなと思ってますけど、はい、では繋いでみたいと思います。はい、では行きたいと思います。坂上さん繋ぎました。はい、症状は今はもう咳と喉だけですね。あ、熱が下がったってことね。はい、昨日はやばかったってこと。昨日の朝にちょっと下がって、一昨日が一番やばかった。一昨日からなんだ。わかりました。じゃあいや、もう病人ででももうまあしょうがないよね。今日だもんね、発表は。だって知らないわけにはいかないので、今日やりたいと思いますが、まず残ってる中央の総合政策ですね。はい、はい、そちらの結果をじゃあ見て、はい、いいですか。はい、はい、そしたら それを多分撮ってるやつに、はい、見せてあげてください。受かってます。え、何何、え、中央受かってます。え、見せて。総合政策受かってます。ちょっと、ちょっとカメラにちゃんと、あ、こっちも見えるように。本当だ、受かってる合格してる。受かってます。つか、それを見てなかったんだね。はい、それちゃんと、はい、じゃあ、違う、こっちのカメラじゃなくてね。おお、本当だ、はい、あっちにもちゃんと。え、どこにカメラあんの、それ。上にあんの。ちょっと撮れてる、坂上さんと。こんな感じですね。どこにあんの。これがカメラですね。あ、この赤い。それ、ああ、本当だ。寝てるから何も見えなかった。ああ、そういうことね。え、画角にならない。それ下から撮ってるってこと？こうですね。そういうことね。ああ、分かった。よかった。ああ、よかった。もう本当にさ、もう。ああ、自分を撮って、自分を撮って。自分もですか？え、ずっと自分撮ってなかった？自分撮れてないですよ。ずっと自分を撮るんだよ。そうだよ、悪ね。こうすればいいですかね。でも、パソコンに立て替えちゃえばいいですかね。それでちゃんと合格しましたっていうの、これ。だから言ってたじゃん、これ使わないんだから。ズームは使わないから。自分を撮れるようにして。ちゃんと写してあげて、自分と、はい、その、そうそう、携帯に。そうそうそう、そういうことです。そういう絵を欲しがってるんですよ、ずっと。危ね。理解してなかったから、危ね。なりました。そんな、だってさ、合格のそれなんて別にスクショでいいわけで、それだけ来るためにやる意味ないでしょ、それ。これで一応受かったということで、いやー、よかった。それでもただその映像をちゃんとね、携帯で撮れてないっていうのが困りましたけど。わあ、よかった。総合政策やった。俺確かね、総合政策現役の時受けてるね、落ちてるんだよね。確かね、全然ね、行った時の記憶が全くないんだけど。あ、そうか、見てなかったんだね、その中央のやつ。あ、見てないですね。なんかもう諦めモードだったってこと。いや、まあ見るなって言われてるから見ないで。こう、なるほど。自信はあったで、総合政策。いや、うん、総合政策の英語問題、文章の間違いを探すやつ、時間がかなり厳しかったんですよ。だから本番長文1個なくなってて。そうだった。はい、それで時間余裕あるからできちゃいましたね。よかった。なんでその映像リモートなんだね。英語だっけ。いや、英語と国語ですね。あ、国語もあったんだ。そうですね、国語は国語ありました。いや、よかった。やっぱ教科多い方がいいんだって。間違いない。そうです。最後はスポカでございます。はい、早稲田のスポカ行きましょう。はい、じゃあ、はい、それをそのカメラに向かってですね、スポカの方ですね、いよいよ最終の、はい、携帯の方のカメラ目線で。あ、はい、ではいよいよ、はい、では行きましょう。うお、はい、怖い。ああ
合格か、それ。あー、スポカはダメだったかー。うわー、厳しいかー、やっぱり。いや、複雑だな、中央受かっちゃったから。リアクションが。まあ、これで受かったのが日大のスポーツと中央の総合政策。はい。なるほど。で、まあ、じゃあ、小論文見てもらってますので。ああ、はい、そうなんですか。はい、覚えてますか、問題は。覚えてます。謎のやつですよね。人に近い類人猿の四足走行の総速度は時速40キロを超えるとも言われていると。以下の図は人の二足歩行と四足歩行の100メートルの新記録の推移をってやつですね。キヌガサエロー、ここから読み取れる並びに元にあなたが考えることを601字以上1000字以内で論述しなさいと。はい、どうでした実際。自分が主に習っていた方っていうのが、うん、現状とかに問題を見出して、うん、それを自分の考え方を使って解決しましょうっていう形だったんですよ。なるほど。今回見て、うん、まあそれは使えないなって思いまして、うん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 、それ以外の方も一応自分なりじゃないですけど過去も使って勉強してきたので、うんうん、書いてて思ったのは、自分が言ってること現実味がないと言います。なるほどね。坂井さんが書いたのが二足走行か。二足走行っていうのはそんなに進んでないけど、四足の方はもう速さがボーンといってるっていう感じだよね。短期間でこんだけ伸びてるっていうのを、まずこのグラフから読み取れることを述べる。1910年頃、人の二足走行の100メートル走の世界記録は 10.5 秒だった。そして2010年頃は 9.5 秒だ。つまり約100年かけて約1秒縮めたことになると。また2010年が入ってねえな。2010年頃、人の四足走行の100メートル走の世界記録は 18.5 秒だった。そして2020年は約 15.5 秒になった。つまり約10年かけて約3秒縮めたことになる。私はこれらのことから、いつか四足走行をスポーツに活用する時が来るのではないかと考えたと。そう、ここがね、大丈夫かなと思った要因。なぜなら二足走行よりも四足走行の方が成長が早いからだ。この二つを比べると、四足走行は二足走行よりも約10倍早く成長し、まあ、走行が成長っていうのもちょっとおかしな話なんだけど、約3倍記録を縮めているということがわかると。またこのままの速度で成長すれば、およそ18年後に四足走行でも100メートルを約10秒で走れるようになる。断言しちゃいましたね。あー、断言はちょっと好ましくない。うん、だってこれってそもそも四足走行で人間って走らないわけだから、やり方とかそもそもわかんなかったと思うんだよね。どういう風にやるのとか。で、それが近年になってやってみたらできる、ここまで書いてないけど、近年になって、とりあえずやり方がちょこっとでも分かれば速さといくと思うんだよね。っていうのをちょっと思った。四足走行がスポーツに活用されることで新しい技術やルールが生まれると考えられる。この辺はまあまあまあ、上の過程が当てはまっているのであれば、まあまあまあ確かにね。野球とか、想像したサッカーとかさ、どうなるんだろうって思ったけど。例えば野球では即座に四足走行に移れるようなバッティングフォームが生み出されるだろう。一塁側に向けて四足走行で走ってる人どうなんだろうって確かに思った。また運動技も変わると考えられる。四足走行は腕を大きく使うので肩周辺の素材やデザインなどが変わるだろう。さらに建築物も大きく変わるだろう。例えば階段などを四足走行で利用するのは難しい。そのためエレベーターやスロープが広く普及されるだろう。つまりバリアフリーな社会が広がると考えられるということ。ここね、飛んでない？バリアフリーの意味分かってるでしょ。障害がないことだから、二足でできる人が四足で動くようにできるのはバリアフリーとは違うと思うんだけどな。それバリアフリー社会ではないね。で、四足走行がスポーツに活用されることでスポーツが発展し、社会も変容していくことが予想される。思ったのは一貫性の部分で、スポーツと建物のやつが二つが書いてあるけども、スポーツを書きますとしか書いてないから、前には四足走行をスポーツに活用する時が来るではないかと考えたって書いてあるから、そのままスポーツで全部行くべきなのに、途中で建物に入っちゃったから、あー、これずれちゃってんなっていうのがありました。そう、書いてる時に違う話入っちゃったなと思って。これは何、字数やべえと思った。最初全体降格後っていうのが思いついて800ぐらいまで書いてたんですよ、うん、で書いてる時にあれなんかちょっと違うなってなってきちゃって、うん、急いで400じゃないですか、うん、500ぐらいまで消して、うん、まあスポーツだけに絞って変えてったら、ちょっと
っと足りなくて。なるほどね。いや、そうなんだ、ね。使えるかなって思って、建築はそのまま残し書きましたね。そう、早稲田工学塾の平先生もやっぱちょっと無茶なことを言ってる。平さんだったら、まず2足の研究っていうのは100年前から始まってるのに対して、4足の研究は2000年以降に始まった新しい研究であるってことに、ちゃんと注目しないといけなくて、そう、速さがっていうので、あの速度が上がったっていうのはどうなのって言ってましたね。100年以上にもわたる2足の研究で紐解かれた人体の人間工学や運動生理学、スポーツに関わるテクニカルな技術とトレーニングメニューが4足にも生かされているのではないかと。今までのその2足での研究があったから、それを応用したことによって早くあんなに縮めることができたんじゃないのって思いますけどねって言って、で、そこから話を展開するっていうと、よかったかもねって言ってます。うん、はい。という感じでした。辛辣なコメントでした。じゃあ、どうするかってことですよ。進路。うん、そうですね。新たな選択肢ができてしまった。いやー、落ちた方が悩まなかったんですけど、ね。そうそうそう、その通りなんだよ。うっかっちったよ。いやー。ちなみに、どう、東京経済と日大スポーツだったらどうした？は、日大スポーツですね。お、なるほど。総合政策受かっちった。スポーツなんだろうっていう意見もいっぱい来ると思いますが、ぶっちゃけ中央に行った方がいいと思う。いやー、自分も、まあ、次第で受かるなら、うん、ワンチャン中央あるかなっていうのは、うん、親とかに相談してたんですよ。うん、それで、もう、頼むから中央行けって言われてて。あー、そうなのね。そう、なるほどね。親の意見としても。まあそうだよね。こんだけがっつり浪人して、だったらやっぱ学歴いいとこに行ってほしいっていうのは、あると思うし、まあね、逆転合格と言われるものが起きやすいのも中央大学なんだよね、実はね。おっしゃってましたね。そうなんですよ。もう本当にね、やっぱ周りもそれを見てきてるんで、そうなったか。コメント欄に来てたのが、そもそもスポーツの資格は別に大学入らなくたって取れるわけでっていうのは来てたけど、自分で頑張ってやればいいんじゃないのって来てたけど、あれはどうなの？まず自分が欲しい資格っていうのが、アスレチックトレーナーっていう資格ですね。うんうん、それは自分が受けた中だと早稲田と星しか取れない。で、それが取れないんだったら、うん、まあちょっと日大行っても意味ないんじゃないかなっていうのは正直思って、うん、親が、まあ、中央行ってくれと。で、その代わりに卒業した後でも、うん、中央在学中でも専門通っていいからっていう。ああ、そういえばそうだったね。専門学校でも取れますよみたいなの来てたね。だったら学歴も上げられて資格も取れちゃう、中央行って。方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ在学中はどうか分かんないけどね。専門学校の方が大学よりよっぽど厳しいんで、はい、結構ね、専門学校をバカにする人いっぱいいるけど、専門学校の方が圧倒的に出席も大事だし、だからなんか大学とか行けなかったから専門行こうって、そういうモチベーションの人たちが専門入るから専門学校って辞めちゃう人の率がすごい高いんだよね。 OK です。じゃあ総合政策か。入学金いくらなんだ？24万円だね。24万円。あ、授業料は他より高いね。100万すんだね。 OK。 まあよし、ということで春から中央大学総合政策学部に坂井さん進学します。え、進学します、するんですか？はい。え、総合政策に行くでしょ、もう。いや、まあ、まだ悩んでんの？そう、まあ親にもまだ言ってないので。悩む？日大でだって資格取れない。マーチとニットコマセンだぜ。そうですね、ちょっと別に二浪してるわけじゃないですけど、二浪の年で日東駒センスポカっていうのは、それで AT の資格も取れないっていうのはちょっと自分では厳しいなって思って、たらまあ知って、専門行った方が、まあ、ね、国立でも働けるし。あれだって、だから西側じゃなかったっけ？そうですね。まあ、そこら辺ですね。やるためには文法やってもらわないといけないけどね。ああ、ちょっとそれは。おいおいバイトするためには文法の力つけないと。いや、だって避けらんないでしょ、これから。そうですね。こうやるにしたって。とかもう、中央入る人って文法が得意だから入れるって人が多いんだからね。とりあえずそういう結果となりました。終了でございます。これで本当に最終回でございます。皆さんも見てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、まあみんなね、出てくれ、出てくれ言ってるんですけど。どうすっかな。だって、まあ、受験も当然終わりなんで、もうこの企画自体はもう終了です。本当に終了いたします。ただね、いくらでも英語って勉強できるんで。ありがとうございました。8月ぐらいからですか、見ていただいたこの企画も最後でございますので、はい、ありがとうございました。あ、入学金ね、24万。じゃあ治ったら、はい、渡しますから。なんかその場でさ、 いるんだったらさ、すぐ下ろしてきて、はいって渡せたけど、それできないんで、はい、見てくれた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。
総合政策でしょ。いやー、トイック受けるしかないんじゃないの。で、トイックですか。じゃない。